トン爆風ラム。戦闘開始。今日勝った方が通算で勝ち越しだ。力が入るな、キャッチ。パシャンすぎるな、シス。なぜそこまで真剣になる。弟分のお前に負け越したら、格好悪いじゃないか。まるで子供の意見だな。しかし、本物についてこられるようになったか、この力。すでに俺の想像を超えつつあるな。イタチ。さすがにやるな。隙が見当たらない。なんといっても勝ち越しがかかってるからな。今日の俺は本気だ。ここでは俺が全てを支配する。チリと消えろ。この現実に抗う術はない。今の俺たちが唯一心休まるのはこの時間だけ。だがイタチ、どうやらお前は十分に楽しめてないようだな。これが究極の現実。ここでは俺が全てを支配する。チリと消えろ。もっと強くなれ。お前なら俺を超え、さらに先へ進めるはずだ。勝負あり。この現実に抗う術はない。本気の力とは言い難いが、それでもお前の力は別格だ、イタチ。おうよ、これで俺の勝ち越しだ。ああ、俺の負けだな。ま、お前が考え事してなかったら勝負は分からなかったが。気づいていたか。何年の付き合いだと思ってる。例の件か。そうか、うまくいかなかったか。すまない。いろいろと動いてはみたが、計画を遅らせるので精一杯だった。一族総結集のクーデターだ。そう簡単に崩せるものじゃないさ。俺たちの想像以上にみんなの意志は固い。遅らせることができただけでも上出来だ。そっちはどうだ。
同志を見つけると言っていたが。こちらも反応が悪い。良くも悪くも彼らは内派一族だ。波の結束じゃない。そんな顔するな。こっちには内派イタチと何よりこの俺がいる。大丈夫だ。自信を持て。とにかくお前はもう少し内部をつついてみろ。俺は別の方法で。どこにいたんだね。探したよ。って、あれ。いよ。シスイさん。サスケ、どうしてここに。ね、二人で何話してたの？俺にも教えてよ。お前にはまだ早い。なんだよそれ。俺だけのけもの。許せサスケ。また今度だ。兄さんはいつもそれだよ。まったく、サスケをのけものにするなんてひどい兄さんだ。いいよサスケ、俺が教えてやる。本当？さすがシスイさん。実は俺とイタチのどっちが強いかって話をしててな。俺の方が強いっつうのにイタチが認めないんだよ。っていうか、サスケだって分かってんだろ？俺の方が上だって。違う。確かに翡翠さんは強いけど、でも兄さんの方が上に決まってる。そうか？俺の方が年上だし、普通に考えたら俺の方が。忍びに年は関係ないよ。でもな、俺はシャリンガン持ってるし。兄さんだってシャリンガンを持ってる。だから翡翠さん相手でも負けない。そうだよね、兄さん。シスイ、お前。ねえ兄さん、シスイさんより兄さんの方が強いよね。それは。家族ってのはいいものだな。こいつらを見てると心底思う。これを一族の都合で崩させるわけにはいかない。どんな手を使ってでも俺は。シスイ、俺はそろそろ戻る。どうやら夕飯の時間らしい。それに明日の準備もあるしな。お、そういえば任務が入ってたっけ。お前、長くはならない任務だ。すぐに終わらせてくる。なあ、頑張ってこいよ。こっちはこっちでいろいろやっておく。シスイさん、またね。おう。そう、どんな手を使ってでも止めてみせる。という状況にあり、クーデター計画は依然進行中です。そうか。ヒルゼンよ、どうするつもりだ。このまま手をこまねいていては全て後手に回るぞ。里の王者として時には非常の決断を下す必要もある。今がその時ではないのか。待ってください。まだ残された策があります。俺はそれを試してみたい。策じゃと？耳を貸すだけ無駄だ。もはや手立ては残っていない。策とは何じゃ。止水、俺の万華鏡シャリンガンを使います。その意味、分かっての提案か。一族を術にはめるという業を背負うことになるのだぞ。分かってますけど、それでも守りたいものが俺にはあるんです。お願いします、三代目。そこまで言うのなら止めん。やってみよう。ありがとうございます。ただし、ことをなす前に思い返すことも許す。まだ他の方法を見つける時間はあるのだからな。よいな、止水。
もう迷いはない。俺のシャリンガンで現実をかけクーデターを阻止する。難しいことじゃない。すぐ終わる。イタチは俺の勝手を怒るだろうな。けどこれでお前たちはずっと家族でいられる。それが重要だ。そのためなら俺は。よし。根のものか。なら黒幕は。早いな。さすが春神の子水。団蔵、お前たちは下がっていろ。何を考えている。なぜ俺の邪魔をする。相手の脳裏に入り疑似体験をさせる同日こと天つかみ。それほどの力をクーデター阻止のために用いようとはな。ウチハ一族の割にシャリンガンの使い方を知らぬと見える。奴らを同日で抑えたとてウチハ一族という存在が残る限りクーデターの会議は払拭できぬ。ヨシンバうまくいったとしてもそれは今この時だけ。この先同じような事例が起こらないとは限らぬ。いや、おそらく起こるだろう。遅かれ早かれウチハとコノハは対立することとなる。ならばこの時をもってウチハを粛清することこそ里の未来につながるとは思わぬか。だぞ、お前初めから。これも木の葉の真なる平和のため。何、お前の目はわしが有効に使ってやる。戦闘開始。シス、貴様の目をいただく。クソ、ここに来て断層が出てくるとは。里の意義に犠牲は尽きるんだ。なぜわからぬ。初めから犠牲ありきで考えるお前は間違っている。初めから俺の目を狙っていたのだ。お前の目はなかなかに使えそうだ。これが究極の現実。ここでは俺が全てを支配する。チリと消えろ。この現実に抗う術はない。俺にはやるべきことがある。その意志の強さは称賛に値する。だがそれだけではどうにもならぬこともある。お前のやり方は生ぬるい。それでは何も解決しない。解決しないかどうかはやってみなければわからない。ウチハの未来は俺が守る。俺の邪魔をするな。現実で縛る人、それは解決ではない。その場しのぎなだけだ。強い。ここでは俺が全てを支配する。チリと消えろ。里も内派もどちらも守る。俺の邪魔をするな。
現実に抗う術はない。よし、あとはウチハのクーデターを止めるだけだ。よくも粘る、ウチハ一の手だれ、その名は伊達ではないか。ならば、無理やり隙を作るまで。まずは一つ。このままでは。団長様。おい、あの傷だ。そう遠くへは逃げられん。はっ。浸水。俺は頭は狙う、足元を狙う。はあ、やれ。まだやり残したことが。任務じゃなかったのか。嫌な予感がしていた。だから。そうか。迷惑かけたな。根が間に入ってしまっている。残念だが、もうウチハのクーデターは止められそうにない。このまま木ノ葉が内戦を起こせば、他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。こと天津神を使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。奴は俺を信用していない。なりふり構うことなく自分のやり方で里を守るつもりだ。おそらく左目も狙われる。その前にこの目はお前に託す。止水。頼めるのは親友のお前だけだ。この里、ウチハの名を守ってくれ。俺は。それとだ。俺がお前に渡すのはこれだけじゃない。お前に新しい力を与える。
万華鏡シャリンガンだ。シスイ、お前。どの道俺は長くない。最後の贈り物だと思って受け取ってくれ。なんて顔してる。今の俺でもお前の表情は簡単にわかるぞ。不安な表情はお前には似合わない。いかなる時も平静を装え、それが内張りたちだろ。なに、お前ならできる。大丈夫だ、自信を持て。俺はお前と共に内張を。これからのお前は暗く辛い道を歩むことになるかもしれない。そんなお前の隣にいてやれないこと申し訳なく思う。それでも俺はお前が道を外れることなく木の葉の忍びとして進んでくれると強く信じている。だからこそ託せるんだ、俺の意志も万華鏡もな。いろいろありがとな。俺の道はここで終わる。だがそれがお前の糧となり、新たな力となる。さあイタチ、今がその時だ。己の手で己の道を開いてみせろ。お前ならできるはずだ。じゃあな、親友。あとは任せたぞ。安心してくれ、止水。お前の意志は俺が引き継ぐ。俺は俺の選んだ道を信じて進む。それが里の未来につながる。そして弟を、内葉を救うことになる。そのために俺はこの目と共に闇を歩くよ。